事業拡大に伴って人が増えたことによりオフィスがやっぱり手狭になった、あと会議室が足らなくなったっていうこともあって移転を検討しました。地域を移動したくないっていうこともあり、今弊社のある有楽町周辺を探しました。引っ越しに関しては社員で引っ越し委員会っていうのをちょっと作りまして、複数の部署の意見を吸い上げたいこともありましたので、管理部以外にも複数の部署をまたいでメンバーを選定させて委員会を構成させていただきました。で、今回新築のビルに入居しましたので、新しく回線をビルに引き込むっていう部分と、ビルの中の弊社のフロアへの引き込みの2段階がございましたので、結構数ヶ月以上前から、回線業者さん含め電話含め連絡をすることができたので、余裕を持って準備ができたという形でございました。一番良かったっていうのは、クラウドで管理をしていたことだと思います。移転時にそのシステムの変更作業がほとんど発生しなかったっていうのが結構大きいかなと思います。社員の環境、働く環境を大きくやっぱ改善したいっていうことがポイントにも当然ございましたので、リモートワークの一環ではあるんですけども、 VPN のアカウント発行できるような業務のルーターに切り替えました。で、それによって、外から弊社のネットワークに入って安全なネットワーク環境を利用できると、仕事を家ですることも可能にするという環境は整えました。回線とか電話に回りは早めに手を打っておくことが重要だと考えております。で、また、どんどんオフィスを移転した後も社内で人が増えるので机の移動が発生します。なのでしっかり OF ロー化しておいて、すぐ配線を変えるように準備をしておくっていうのがとても重要だなと考えております。今後今の時代はクラウドを前提に、社内のサービスを作っていただいた方がいいと考えております。